ただいまから輝け徳島ワクワクトークを開催させていただきます。このワクワクトークは飯泉知事が先進的な活動をされている皆様のところに出向きまして、県民の皆様との対話を重ね、地域から湧き出る知恵をお聞きいたしまして、県の施策に生かしていくものでございます。本日はボランティア活動の推進をテーマに、徳島県民活動プラザで実施している MPO ボランティアお試し体験事業に参加されました MPO などの団体の皆様方や、ボランティアの皆様からそれぞれ活動の中で日頃感じている課題とか今後の抱負などにつきましてご意見をいただければと考えております。ここで本日の出席者の皆様をご紹介させていただきます。はじめに認定 MPO 法人徳島県民活動プラザプランニングマネージャーの菊本義隆様、 MPO 法人フードバンク徳島事務局次長小西由紀様、MPO 法人チャレンジサポーターズマネージャー渡瀬真由美様、同法人の学生代表片部萌様、 MPO 法人エコロジカルファーストエイド理事長の佐藤隆様、中町社会福祉協議会ボランティアコーディネーターの柏森節子様、徳島文理大学1年米沢佳林様、よろしくお願いします。徳島大学1年矢田志音様、よろしくお願いします。以上8名の皆様にご出席をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは意見交換に移りたいと思います。まずはじめに飯泉知事からご挨拶を申し上げます。本日輝け徳島ワクワクトーク開催をいたしましたところ、皆様方には大変お忙しい中ご出席を賜り誠にありがとうございます。本日はテーマがボランティア活動推進のためにということで、日頃からボランティア活動を行っていただいている皆様方、またそうしたものをお支えをいただいている皆様方にお集まりをいただいたところであります。徳島県ボランティアという言葉が始まる前から善意銀行、これが日本で行われたんですね。しかもその発祥の地は徳島の小松島市ということで、そこから全国にこの善意銀行という取り組みが広まりました。そしてボランティアという言葉がアメリカはじめ海外から入ってまいりまして、しかもその後にこれが進化した形として公共財を養子縁組、自分の子供として、そして例えば清掃活動を行うとか、あるいはそこを支えていただくとか、アドプトプログラム、こちらにつきましても発祥の地、これは徳島の神山町ということで、今では全国が河川を、道路を、あるいは港湾施設をということで、このアドプトプログラムが全国に広がっているところでありまして、まあ、そうした意味でいきますと、ボランティアの発祥の地、徳島といって過言でないわけであります。また今では東京オリンピック・パラリンピック等々開幕まで2年を切ったところでありまして、多くのボランティアの皆さん方が必要となるところであります。その前哨戦としては来年ラグビーのワールドカップが日本で開催をされますし、東京オリパラの翌年、こちらは30歳以上の生涯アスリートの祭典ワールドマスターズゲームズ、こちらはなんとアジア初というだけではなくて徳島も競技地、開催地となるわけでありまして、3年連続で国際大きな大会が日本で、しかも徳島も競技地、あるいは事前チームキャンプ地と多くの関わりを持つことになるわけでありまして、ただに単にボランティア活動というだけではなく、まさにインバウンド、海外からおいでになるお客様のお接待ということもあるわけでしてね、そうした意味ではボランティアの幅が大変広がってくると、まあ、こうした華々しいものだけではなくて、今では日本全体、子どもの貧困問題というものが大きなテーマとなっている、子どもさんの居場所づくりを、でも考えると子どもさんたちだけではなくて、障害者の皆さん、高齢者の皆さん、こうした皆さん方の居場所づくり、これが求められているところでありまして、徳島ではこうした居場所を合わせてユニバーサル
な、まあ、いわゆるまちづくりを兼ね合わせる形で行わさせていただいているところでありまして、まあ、それぞれを合わせる形の居場所づくり、こうしたユニバーサルカフェ、これも認定として展開をさせていただいております。ということで今日はこうしたボランティア活動の最先端でご活躍をいただいている皆様方から今の活動状況について、あるいは課題について、また今後の展望について積極的にお話をいただければと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ここからの進行は徳島県民活動プラザの森事務局長にお願いいたします。失礼いたします。徳島県民活動プラザの事務局長をしております森と申します。よろしくお願いします。それではまず最初に NPO やボランティアなどの活動を総合的かつ一体的に支援するため県が設置をしております私どもの徳島県民活動プラザの日頃の活動状況についてご紹介を申し上げます。説明は当プラザのプランニングマネージャー菊本義隆でございます。よろしくお願いします。認定 NPO 法人徳島県民活動プラザの菊本と申します。ただいまから当プラザの取り組み事業概要についてご説明いたします。徳島県民活動プラザはボランティア、NPO、地域づくりなどの社会貢献活動を行う人や団体を支援するための施設です。運営は認定 NPO 法人徳島県民活動プラザとボランティア推進センター、県民環境政策課分室の3つの組織が共同して運営する仕組みとなっております。主な事業内容につきましては定款に定める7つの事業を実施しております。まず1つ目の活動交流の拠点となる場の提供に関する事業では、交流スペース、キッズスペースを完備し、小さなお子様連れから高齢者までミーティング等にご利用いただけるようにしています。またプラザ登録団体、平成30年10月末現在540団体の方々には会議室、研修室の貸し出しのほか、プロジェクターなどの機材をはじめ、ロッカー、メールボックスなども無料で貸し出しをしています。また印刷機や大型プリンターも非常に安価で提供しています。2つ目の情報収集提供に関する事業につきましては、まず各団体の活動事例等をファイリングし閲覧できるようにしています。また社会貢献活動に関する図書や DVD、ビデオカセットの貸し出し、ボランティア情報を希望する方への各種情報のメール配信、そしてプラザホームページにはイベント情報、助成金情報などを掲載し、常に情報を発信しています。3つ目の広報啓発に関する事業についてです。まず昨年度、プラザホームページをリニューアルし、お試しボランティア情報、講座の開催情報の発信、プラザが実施した事業の報告はもとより、会議室等の空き状況の確認もできるように改善を図りました。また、NPO ボランティアポスター展示会をプラザにおける常設展示に加え、県内7会場で巡回展示を行うことにより、県民の皆様に県内社会貢献活動団体の取り組みを広報・啓発できるように努めています。そして、広報誌「人リプル」は年4回各6000部発行し、公共施設や中学・高等学校など約850箇所に
配布しています。4つ目の相談支援に関する事業について、 NPO 法人やボランティア団体の設立、設立後の運営支援などの NPO 相談を常時受け付けているほか、県内各地域に出向いて行うサポートオフィス、移動オフィスにおいても相談窓口を設けて積極的に支援しているところです。また要望に応じてプラザ職員が講師を務める NPO 出前講座は、徳島大学、鳴門高校、土成小学校など今年度すでに13件実施いたしました。また夢バンク徳島寄付による助成事業では、支援を必要とする県内の NPO 等の活動に対して県民や企業、団体等からの寄付金を原資とし、資金面から支援を行い、 NPO 等の活動の基盤の強化と自立発展を図ることを目的に実施しており、今年度は10団体へ55万円の助成をいたしました。そして NPO 強化事業は、各社会貢献活動団体が行う事業を推進するためにアドバイザーを派遣し、本県 NPO の組織の強化と質の向上を図ることを目的に実施しており、現時点で11団体から申請を受けております。5つ目の人材育成研修に関する事業における研修に関しては、法人会計や運営支援のための主催講座の開講、プラザ職員自身が自ら学び資質向上を図るための中間支援組織スタッフ育成事業も展開しています。また人材育成に関しては、NPO 団体の活性化と後継者育成を目的とした小中高校生の NPO ボランティア活動体験事業プラザタウンを南部、西部、県央、東部の県内4カ所で開催するとともに、小中高校へ講師を派遣する NPO 出前事業を28校で実施しています。そして本日のトークテーマである NPO ボランティアお試し体験についてですが、 NPO 団体の活動基盤の強化と後継者育成、またボランティアの裾野拡大を目的として、ボランティアを募集したい NPO とボランティアを試しにやってみたいという方をプラザがマッチングしているものです。分野体験内容も様々で、本日ご出席の徳島文理大学1年生米澤佳林さんに体験していただきました、徳島市での阿波踊り期間中におけるゴミステーションでのゴミの分別収集や、徳島ひょうたん島水土祭、野外音楽ライブヒューマノイズプロジェクト2018、アクアチッタフェスタなどのイベントでの運営やワークショップの補助、フードバンクでの食材の仕分け、高齢者支援ボランティアとして話し相手やカラオケ等のレクリエーションの助手、 NPO 法人夢ホール市民協議会夢作り阿南主催の発表会、みんなでピアノ物語でのアナウンス係や花束贈呈係、毎年秋に行われる夜の動物園ボランティアでは、園内のイルミネーションの装飾や仮装しキャラクターに扮して園内を案内する体験など、自分の興味のある分野でボランティアとして参加できることも魅力の一つとなっています。このようにお試し体験を重ねることで、
社会貢献活動への恒常的な参加につなげていければと考えております。昨年度は166件の募集依頼があり、452名がボランティアとして参加、今年度は10月末の時点で109件の募集依頼があり、402名がボランティアとして参加しています。この NPO ボランティアお試し体験は1日だけとか数時間だけとか割と短時間のものですが、社会貢献活動にもっと深く関わっていただこうということで、今年から始めましたのが大学生を対象とした NPO お試し体験アドバンス事業です。ご出席いただいております徳島大学1年生の矢田志音さんは NPO 法人エコロジカルファーストエイドの活動に興味を持たれ、複数回にわたって体験していただいております。このように本事業は社会貢献活動に興味のある大学生に NPO の一員として継続的に NPO の活動に参加、体験していただくもので、いわばインターンシップのようなものです。これらの事業を通じまして、NPO 活動の活性化や担い手育成につなげていけると考えています。6つ目の交流連携に関する事業では、青少年、子どもたちのボランティア、市民活動を支援する NPO 等が集まり、直面する課題や今後の活動の在り方について話し合う徳島 NPO ボランティア交流集会を本日特技ともにプラザで実施しています。また発達障害のある子どもを支援する NPO ボランティア団体と教職員が子どもたちの状況について意見交換したり、それぞれの取り組みを紹介しながら交流を図るプラザサロンを年に1回開催しています。最後に7つ目のその他の活動支援事業としまして、年2回の運営委員会の開催によりご意見をいただきながら他の地域づくり活動組織とも連携を図り、 NPO ボランティア団体を支援する中間支援組織としての職責を果たせるように努めています。以上で平成30年度徳島県民活動プラザの事業説明を終わります。ありがとうございました。それでは次に進めさせていただきます。まず先ほど菊本プランニングマネージャーからご説明を申し上げました、徳島県民活動プラザが実施をしております NPO ボランティアお試し体験事業を活用して、積極的にボランティアの受け入れをされておられる団体の皆様方にご発言をお願いをしたいと思います。最初に NPO 法人フードバンク徳島の小西事務局次長様に日頃の活動内容やお試し体験事業を利用してのご感想、また今後期待することなどについてお話をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 NPO 法人フードバンク徳島の小西と申します。よろしくお願いいたします。お手元にフードバンク徳島のパンフレットを置かせていただいております。こちらを見ながら活動内容についてご説明いたします。まず開けていただいて真ん中のページなんですが、フードバンク徳島はいろんな活動をやってるんですが、主な活動としましてはやっぱりフードバンクということで、食品とか食材をいろんなところから寄付していただいて、それを必要とされているところに提供するという活動になります。で、その他にもフードバンク徳島のさまざまな活動内容というところで、子ども食堂、それから農園というのは、就労サポートの中間的就労訓練の場として、いきなりその面接とかになかなか行けない方々、ずっとお家に長いこと引きこもってたりして、すぐにその就職活動できないっていう方のために、まあ簡単な農作業を通して生活を立て直してもらったり、あと人と接することに慣れていただいたりっていうような場として農園をやっております。
それから子どもたちのための啓発活動として人形劇っていうのを作りまして、いろんなイベントに呼んでいただいたときに人形劇もさせていただいてます。から年越し支援っていうのは毎年年末に行ってまして、社協さんなどに協力をいただいて県内全域に、必要としている物資を提供するという活動をやっております。で今年もまた12月27日に予定しております。ボランティアさんは全てのフードバンクの活動において本当に必要としておりまして、フードバンク自体が常勤の職員が私一人で、私も他団体の職員ですので、フードバンク自体が本当に全員ボランティアでやっているっていうところです。で本当にいろんな食材をいただきにいろんな企業さんに行ったりするのにも人手が足りてませんし、あともらってきた食材を整理整頓するにももう本当に時間がなくて、もらってきたままそこら辺に置いてあるっていうような状況もあります。それから、人形劇するにしても2人は必ず必要なのでボランティアさんが必ず必要であると。年越し支援に至ってはもう本当に前々日ぐらいから準備に入りますので、毎年10人20人の方にお願いするんですが、ボランティアさんは本当に欠かせません。でその募集の主なところがもう県民活動プラザさんにお願いしてるんですが、月2回ですね、フードバンク徳島の日というのがありまして、野菜をたくさんいただいてきてそれを仕分けして福祉施設とか団体に配るっていう活動をしてるんですが、そのボランティアさんを募集してるのと、あと子ども食堂の方でも月に1回やっておりますので、そのボランティアさんを募集させてもらってます。フードバンク徳島の日のその野菜の仕分けっていうのはやっぱり野菜によってはものすごく重くって、なかなか女性だけでは運べなかったりする時もあるので、学生さんが来てその何キロもあるのを平気で持ち上げてくれたりする力仕事なんかでは本当に助かってます。で、割とフードバンク徳島は一般の、もう仕事退職されたような方が来てくださることが多いんですが、やっぱりいろんな社会経験を積んでらして、気配りがものすごくいろんなところに行き届いて、私が気がつかないようなところにも気がついてくれて、逆にこっちがこうやってした方がいいんじゃないとかいうアイデアをいただいて助けてもらったりすることも多いです。一般の方に比べたら学生さんっていうのはやっぱりそのまだ社会経験がなかったり、なかなかこちらがいろいろ指摘してお願い しないとやってもらえないっていう場合もあるんですけども、ただその一般の方とこうなんか学生さんが混じって雑談しながらいろんなこう作業をしてくれて、それで一般の方もなんか娘や息子をこう扱うっていうか、なんていうんだろう、育てるっていうんじゃないですけど、可愛がっていろいろこう教えてもらいながら、その学生さんの方もいろんなことを聞きながら、例えばそう看護師さんを長いことやられてた方とかには看護学部の方がいろいろ質問したりとかする場面もありますし、そういうのでフードバンクに来てボランティアやってる中で一般の方もその学生さんもこうなんか交流を通してお互いに得るものがあるのかなとも思います。で学生さんのそのなんか若々しさっていうかこうテキパキ動いてくれるところも本当に助かりますし、その一般のボランティアの方の気配りっていうのにも本当に助けられてます。で、また12月はちょっと大きな行事を2つ控えてまして、こちらのチラシも置かせてもらってるんですが、子ども食堂の方で12月16日に全国ツアーっていうのをやります。で四国大学でやりまして、これは徳島県も講演いただいておりまして、また知事にもご挨拶をお願いさせていただいておりますが、多分ボランティアさんがたくさん必要になります。それでまた県民活動プラザの方で
募集をそろそろお願いしようかなと思っているところです。託児なんかもありますので、まあ、あの学生さん、あの児童学部の学生さんなんかに来ていただけたら助かるなと思っているところです。それから、年末12月27日にあのまた年越しの越年支援というのを行います。これはあのもう生活に必要な全てのものをいろんなところから寄付いただいて、それを生活に困っている方に配るっていう活動なんですが、こちら の準備が本当に毎年大変で、まあ、最初はその県民活動プラザさんを通してお試しのボランティアで来られるんですが、あの毎年も繰り返し来てくださる方もいて、でも直接あのプラザさん通さずにフードバンクの方にご連絡いただいて今年も行きますって言ってくださる方もいて、最初はお試しで始まるんですが、そういうつながりもできて本当に助かっております。で今はまあこの12月の2つの大きい行事に向けてボランティアさんと共に頑張っていこうと思っているところですが、まあ、それが終わったらまたあの食品とか食材をあのたくさん集めていけるような活動をしていきたいと思ってて、それもまたあのボランティアさんに協力いただきたいなと思っているところです。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして法人チャレンジサポーターズの渡瀬マネージャー様、そして学生代表の片部様、よろしくお願いいたします。 NPO 法人チャレンジサポーターズマネージャーの渡瀬マネージャーと申します。チャレンジサポーターズというのは4年前にできまして、若者の育成を人材育成をしたいということが目的で作りました。で実際の活動としましては、4年前から始めましたともにサンサンマーケット、こちらは現在水際公園の方で行っている、第3日曜月1回行っている日曜市です。でこちらの方はあの学生が中心となっていろいろ企画運営を考えまして、毎回ゼロの状態から内容を考えまして、あのそれぞれ週に1回集まってはミーティングをして、どういうふうにするか企画して、それから実行していろんなことをやっております。で代表が学生の片部になっております。であのそういうふうな状態で、どういうふうな日曜市かといいますと、県内の中でもその遠方の方、お店のさんやなんかが例えばあのお客様を自分の商品を紹介したいっていう時にあのご出店いただいたりとか、それから起業間もない方がまだお店はあの立ち上げてないんだけれども、あのこれからやっていくからあのお客様をあのに伝えたいとか、そういう方々にご出店いただいたり、もしくはあの学生さんたちが自分たちが作った商品を販売したいということで、あのそういうサポートをしております。いわゆるそのいろいろな団体さんとコラボをすることによって、徳島市のこう新町あたり、ちょうどその水際公園を中心としたあたりでいろいろなイベントがあるところは、あの一緒にコラボをしてみんなでこう伝えていけばいいなというふうに思っております。もう一つの授業としましては、こちらの徳島チャレンジ塾といいまして、いわゆるその子ども食堂の 塾番という形でやっております。であの子どもさんたちに例えばあの大人の方のいろんな体験していることを実際にこう目の前で知らせてもらうということがなかなか難しいと思いますので、あのいろんなことを活動されている方にボランティアで来ていただきまして、月に1回だけ子どもさんたちにいろんな体験をしていただくというようなことをしております。であのこちらのそのお試し体験としてボランティアさん来てくださっているところなんですけれども、実際このサンサンマーケットするにあたりまして、もうテントのが30基あります。そのテントの設営から全て学生たちとマネージャーの方でしておりますので、あの毎朝早くボランティアさんに来ていただいて、で一緒にテントを建てたりとか、それからあのまたその運営にあたって出店者さんたちとの交流であるとか、それからあの例えばその片付けであるとか、全てにおいてやっぱりあの私たちだけではできないので、あのボランティアさんの力を借りてやっております。で実際にあの学生の方 の, あの運営状態としては片部の方からお話しさせていただきます。同じく NPO 法人チャレンジサポーターズの徳島大学2年の片部萌と申します。私が主に先ほど説明があったようにサンサンマーケットの方で活動させていただいているのですが、そこでは
普段大学生として活動していたら、まあ、サークルとか部活とかそういうもので忙しくなってしまうのですが、そういうものではなかなか経験できないこのような場所で話しさせていただくことや、実際に出店しているお店の経営者の方とお話をさせていただいたり、また同じ学生であるその大学生に対してどのように働きかけてもらうなど、こちらからも指示をしたりとか、なかなかできないことがいっぱいあります。で、その経験の中で自主的に働きかける力であったり、学生でありながら組織運営の大切さを学びました。で、先ほどあったようにボランティアの方に関しましては、先ほどもおっしゃっていたんですが、当日来てくださって結構テントが、赤いテントが、トレードマークのようなところがあるんですが、それが結構重たくて、そのサンサンマーケットの運営メンバーが今のところちょっと女の子しかいないので、なかなか重いテントをみんなで運ぶって言っても力がいってしまうんですが、そこで大学生に来てもらって運ぶのを手伝ってもらったり、あとテントの組み立ても力が結構いりますので、そこで手伝っていただいたりと、すごく助かっています。そこでボランティアを楽しいと思ってくれた学生には、一緒にコアメンバーとしてサンサンマーケットの運営を一緒にやってみないかとか誘ってみて、そこからサンサンマーケットの運営に実際に関わってくださったくれた学生も何人かいます。そこでボランティア、その徳島県で行われているボランティアが、徳島県内のさまざまな活動、皆さんもされているようなさまざまな活動をまず知るきっかけになっているのかなと、私個人として思っています。以上です。ということで、まあ、そういうふうにしてサンサンマーケット、まあ、学生はサンサンマーケットの方をメインに活動しているんですけれども、実際に11月に、よその企業さんといいますか団体さんとコラボしまして、徳島水際公園の方で運営しましたら、約6000人の方がお越しいただいたということで、少しずつですけれども、そういうサンサンマーケット自体も知られていってますし、一緒にコラボをしようとか、それからいろんな方が自分たちの力を試したいという形で出展していただいております。以上でご覧いたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、先ほど菊本プランニングマネージャーがご説明を申し上げましたが、お試し体験事業の進化型事業といたしまして、今年度新たにスタートをいたしましたお試し体験アドバンス事業にご協力をいただいております、NPO 法人エコロジカルファーストエイドの佐藤理事長様にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。今日はお会いできることを、ね、楽しみにしていました。はい、NPO 法人エコロジカルファーストエイド佐藤からお話しさせていただきます。今日はね、紙芝居方式でお話しさせていただこうと思っています。で、当団体では、持続できる環境づくり、あったかい社会づくりを目指して、地域住民と一緒に考えながら活動を進めている団体です。で、それを達成するために定款という3つの事業を定めています。研究開発、技術提供、そして環境学習です。この3つの3本柱の連携を持たすことを大切にしています。 NPO 法人としては珍しく真面目に研究開発やってます。そしてそれを人々に、社会に役立てるために、技術提供で、それらを得た経験を人々に、共有していくために、広く共有していくために環境学習をやっています。で、この活動を研究開発、こんなことやってます。真面目に特許取ってます。主に水質、土壌、そして悪臭を改善できる技術を開発して、それを特許を取っていきます。で、特許技術って聞くと難しく感じてしまいますよね。でも開発のコンセプトは、一人一人が作れること、一人一人が主人公になれること、そして材料はホームセンターで揃うこと、安いこと、消耗品を使わない、そして化学薬品を使わない、使う技術は自然界の浄化されていく仕組みを最大限に引き出すという技術です。はい、そんな特許技術を使って
実際にね、人々に役に立てていくプロジェクトが進んでいます。U プロジェクトっていう名前なんですが、当団体では、国内にとどまらず、海外まで呼んでいただいてプロジェクトを進めさせていただいています。で、徳島県内では、池とかドブ川の浄化を3カ所、そして行政と大学と一緒にコラボしているんですが、社会の競争のあたりで小松島で1カ所やっています。そして県外に行くと山口県下関市の方で池の浄化もさせていただいています。で、これらのプロジェクトは一発ものではなくて、地域住民に寄り添って共に考え、継続していくプロジェクトです。で、これ以外にも東京の方のね、お台場である大きな音楽イベントであったりとか、日本で最大級のサイエンスイベントに招待いただいて、ブースを構えて活動するっていうこともね、させていただいてます。で、ちょうど10日後ぐらいからなんですが、ネパールの方にこれも現地の行政とも絡んでるんですが、持続できる環境づくりっていうところにね、入っていく予定になっています。そして環境学習です。こういったプロジェクトの経験をね、広く人々に伝えていきます。で、当団体では今のところ、12件から15件程度の、講演や講義、環境学習の機会をいただいています。で、講演に関しては、NPO であったり、会社さんであったりとか、さまざまなところで講演をさせていただいています。で、講義の方は主にね、徳島大学の方で講義する機会をいただいています。で、環境学習の方は子どもたちと親子で参加できるようなね、プロジェクト、しおん君にも手伝っていただいて進めています。で、当団体のね、環境学習っていうのはサイエンスを重視しているわけじゃないんですね。環境のことを学ぶことを重要視していません。実はあったかい社会づくりっていうところに重点を置いています。で、実際にプロジェクトに入ると見えてくるんですが、持続できる環境のためにはあったかい社会が必要なんです。で、結構知られてないんですが、実際に小松島で下水道の普及が0%、行政が悪いとかではなくて、土地柄川が多くて設備しにくいとか、あと下水道よりも先に洪水対策をしなければならないとかいうことで、下水道の普及が遅れています。で、下水道がないところには浄化槽が設置されているんですね。で、浄化槽も 100% 汚れを取ることができないんで、住宅密集地では川が汚れていくっていうことはまだ分かります。でも実際に小松島ではお家が少ないところでもみんなドブ川になってるんですね。で、これどうしてかなって寄り添って見ていくと見えてくるのが高齢化社会です。どうして高齢化社会が自然界に負担をかけるかっていうと、もしも一人暮らしのお年寄りの方が年金暮らし、そうなってくるとお家にかける費用っていうのはどうしても小さくなっていきますよね。そして息子さんや娘さんが帰ってこないっていうことになると、ますますお家にかけるお金っていうのは少なくなっていきます。というところからも、あったかい社会づくりっていうことが持続できる環境づくりにつながっていってます。はい、それでですね、最近のね、僕の一番の収穫のね、お話をしたいと思います。今までの僕の活動の収穫、報酬っていうのは、もちろん僕自身もボランティア活動ですので、関わった方々の笑顔が僕にとっての報酬でした。最近ではね、しおん君をはじめ学生さんのボランティアスタッフがすごい増えてます。しおん君を含めて今6名のね、高校生から大学生から来ていただいてます。しおん君をね、見ていただいても分かりますように、真面目で優しくてあったかいですね。で、他のメンバーも共通していることがあるんです。それがチャレンジ精神が旺盛です。こんなうちのようなね、ちょっと変わった取り組みにチャレンジしていく姿、それから協調性があります。地域住民との調整とかもね、一緒に入っていただくんですが、協調性があります。
そしてコミュニケーション能力がありますね。でシオン君には言語能力も高いです。こういうところからこれからの社会に必要なもの、今社会はグローバル化が進んでいますよね。そしたらグローバルな社会に生き抜いていける人材っていうのがうちの方にはね来ていただけているなと思っています。で当団体では単純にボランティアに手伝っていただくではなくて恩返しをしたいんですね。でその中で学校では学べないこと、社会に出てからためになるようなことっていうのを経験できる場も作れたらいいなと思っています。でも実際にはね教えていただいたり助けていただくの方が多いんですが、そんな感じでねしおんくんも手伝っていただいています。はい、NPO 法人エコロジカルファーストエイド佐藤からは以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして公的立場でさまざまなボランティア事業を実施されておられます中町社会福祉協議会の柏森ボランティアコーディネーター様、よろしくお願いいたします。中町社会福祉協議会ボランティアコーディネーターをしております柏森と申します。よろしくお願いいたします。それでは中町社会福祉協議会のボランティアセンターとしての取り組みについてまず説明させていただきます。もう簡単に多分社会福祉協議会社協でのボランティアセンターの取り組みといいましたらおそらくどこでも全国どこでもほぼ同じではないかと思うんですけども、大きく言って3つの取り組みがあります。1つ目がボランティア活動への参加促進、地域の方をはじめ多くの方々になるべく地域のボランティア活動へ積極的に参加してもらおうということで、2つ目がですねボランティアの人材育成というところです。もちろん子どもからお年寄りまで、全ての年齢を対象にした人材育成ということで、2つ目が人材育成、3つ目がですね、ボランティア活動支援ということで、既存のボランティアグループをはじめ、いろんな地域活動をしている方々の活動を支援するというところです。大きく言って、この3つの取り組みをしております。で具体的にどのような取り組みかと申しますと、主に活動への参加促進、それから人材育成というところで関わってきますが、既存の町内のボランティアグループ、団体を組織した、連絡協議会というものがありまして、そちらの方の、組織運営に携わっております。具体的にどのようなことをしているかといいますと、合併前の9町村単位での、協議会の組織、それから、新しく合併により生まれた、町のボランティア連絡協議会、この組織で、研修であるとか、委員会、それから、イベントの開催を行っております。このイベントを通して、地域課題について、地域の方々と一緒に考え、共に取り組むというふうなところを目指しております。で、もう一つが、ボランティアスクールという事業です。これも、各市町村単位でおそらく、取り組みをされていると思います。で中町ではですね、主にこのボランティアスクールを小学生から高校生までを対象として、ボランティアの入り口という体験的なものとして、実施しております。主に、長期休暇、夏休みや春休み、を利用して、実施しているんですが、土曜日、日曜日の活用もということで、秋の季節であるとか、冬の季節はそういった土日、祝日などの休みの日も活用して行っています。それから、先ほど、県民プラザさんの説明からもありましたように、ボランティアのお試し体験、こちらの方も平成29年度から活用させていただいております。特に大きな事業というわけではないんですけれども、地域の団体、任意団体であります、入団整流座という人形浄瑠璃の座の方が主催している事業を、ヒューマナイズプロジェクトという授業があるんですが、こちらの方にこのお試し、体験として、ぜひ小学生から中学生という若い世代はもちろんなんですけども、大学生という年齢層が中町にはなかなかおりませんので、その世代の、若い人材をなんとか中町の方にも呼べないだろうかというところで、このお試し体験を利用させていただこうというところで実施しました。2年連続で
活用させていただいたんですけれども、人数はすごく少ないんですが、実際大学生が2年連続来ていただいております。地域の方では、なかなか大学生というふうな力を使うところも、そういった力を発揮していただく場所も少ないんですけれども、ぜひ何かの機会で那賀町を訪れていただく、で那賀町を知ってもらう、で徳島県の中で那賀町ってどこっていう子もたくさんおいでると思うんですけど、こういうところで山の方で田舎の方ででもいろんないい地域支援があっていろんな人がいていろんな課題もあってというところにまず第一歩踏み込んでもらう機会にもなればいいかなというところで活用させていただいております。今後もですね、ぜひこれを続けてみたいというふうなところで団体としても継続の意思はあります。来ていただいてお手伝いをいただくというだけではなくてモニターとしての意味合いもありまして、これから先那賀町で事業をするにあたってどういうふうなところが学生にとって有意義であるのかとか、どんなところが学生にとって響くのか、また高校生や中学生を巻き込んでいくとしたらどんな仕掛けが必要なのかというあたりも検討材料として、それをまとめながら今後も続けていけたらなというふうに思っております。以上で那賀町のボランティアセンターの取り組みとしては以上になります。まあ、今後としてはもっと地域の方でたくさんのボランティアに関わってもらうというところを目標としております。以上です。ありがとうございました。それでは、ここまでの発言をお聞きいただいた上で、飯泉知事よろしくお願いします。はい。まあ、まずは皆さん方それぞれ活動するにあたってやはりこうお聞きをしていると共通しているのは人手不足ね。まあ、そうした点いくつかお話がありましたけど、やっぱり若い世代の皆さん方にボランティアを体験していただいて、まあ、インターンシップという言葉もありましたけどね、そしてこのボランティアの輪の中に加わっていただこうと、まあ、これは各 NPO 法人の皆さんも同様ですし、逆にそうしたボランティアの皆さん方をバックアップする社会福祉協議会においても同じということで、まあ、ボランティア人材をいかに育成をしていくのか、しかもまだ大人になる前の皆さん方をと、ただまあそこで高校生まで那賀町でもやっておられるんですけどね、なかなか大学生がいないって、まあ、そうした皆さん方にいかにね足を運んでもらうのかということで、ここについてはお試し体験の方を活用してもっていうお話もありましたんでね、まあ、こうした点についてはやはり県としても今例えば大学生の皆さんというと東京のというよりも関東の農学系の大学、普通我々がこう農学部の人って考えると補助でねいろいろこう実習をやってると毎年ね、いやところをお聞きをするといやいや4年間に1回とかそういう形でね、いやいやその夏休みでいいから行きたいってね、こうした話がありまして、じゃあそのことを受け入れをしてみようじゃないかと、でただ農業をやるだけじゃなくて若いですからいろんなことやってみたいと、その地域に入ったらいろんなことを体験したいと、だから一旦何か一つのテーマで学生さんたちに入ってきていただいて、でその地域の魅力を知っていただくと、まあ、今は農業のお話をしたわけなんですけどね、やはりさまざまな活動をで今例えばエコとかね、まあ、若い皆さん方っていうのはエシカルはじめそういうエコであるとかフェアトレードとか、まあ、非常に消費者行動もセンシティブですし環境に対してもセンシティブということがありますんでね、まあ、そうした何かテーマを作ってそこにまずはじゃあ来てもらい見ないっていう形で来ていただいて、そしてさまざまな活動をしてもらうと、まあこうしたことがこれからの一つのきっかけ作りになるんじゃないのかなと思いますので、まあここは逆に県としてもしっかりとそうしたテーマを設けてどんどん徳島に来ていただいて、ただ受け入れをそれぞれの皆さん方がじゃあうちはこんな人をどう、うちはこんなことが魅力的っていうのをねどんどん PR をいただいて、その中で学生さんたちに頑張ってもらうというのは一つありかなという形がこれしますのでね、これも県民活動プラザの皆さん方と我々としては一体、また社会福祉協会の皆さん方とねこれ一体となって、まあ、県社協市町村社協とこうあるわけですから、そして実際には NPO 法人の皆さん方と共に活動していくと、まあ、これが大きなきっかけになってくるんではないのかなこう思っていますんでね、
まあ、ぜひこれからも皆さん方のこんなとこ得意とかこんなところをキラッと光ってるんでぜひうちになんていうことをねどんどん集めていただいて、そしてそれを今度は県の名前で発信をしていくという形をこれから行っていければな、こういうふうに思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それではここからはお試し体験事業を利用して実際にボランティア活動を体験された方々にお話をいただけたらと思います。まず徳島文理大学1年生の米澤佳林さんにお試しボランティアに参加したきっかけや実際にボランティアをやってみた感想などについてお願いしたいと思います。よろしくお願いします。私は今回阿波踊りのゴミゼロボランティアに参加させていただきました。私がボランティアを始めたきっかけは中学校高校と吹奏楽部に入部していて日々練習でなかなか時間が取れなくて、こういう機会は大学生になった今自由に自分で時間を作って参加できるっていう環境ができてからボランティアをしたいなと思いました。そんな中で徳島文理大学では授業の一部にボランティアの活動を紹介するような授業があって、でボランティアに参加することで単位がもらえたりして、そこからきっかけとしてボランティアに参加できるという仕組みがあるので私もそこを利用させていただきました。最初はボランティアパスポートの活動から順番にやっていこうと思って探していたら、今回ゴミゼロのボランティアに行き着いたので参加させていただきました。実際に参加してみてプラザの方々と一緒にやっていくうちにすごく楽しいなと思うようになりました。その中でだんだんと問題点が見つかってきたり、私はここをこうしたらいいんだなっていうことをだんだんと見つけられてすごいいい経験になりました。私が思うのはボランティアにとつきにくい原因はやっぱり情報が少ないからだと思います。私たち自身がボランティアって何なんだろうっていうことを知らないので、どうしても一人で行くのは怖いし、どこに電話したらいいんだろうとか、どこに応募したらいいんだろうとか、そういうことを迷ってしまうので、それが明るく提示されていれば私たちはそこに応募もできるし、電話かけて参加したいという声を上げることができます。そして実際に参加してみると自分の経験になることや自分が必要とされているっていうことを実感できて成長の糧になります。四国にはお遍路の文化があって、お遍路の文化にはお接待っていう気持ちがあるので、私もボランティアに参加するときはそのお接待の気持ちを大切にして、人のために自分ができることは何か、人のために私はこうしたらいいんじゃないかっていうことを考えながら参加させてもらっています。またボランティアに参加することで年齢も違うし暮らしている環境も違うような人たちと交流もできて、新しい発見やいろんな情報を知ることができます。友達の輪が広がるっていうのが私は一番の魅力だと思っています。これからもこういったボランティアに参加させていただいて自分がもっともっと成長できるような糧になればいいなと思っています。以上です。ありがとうございました。次に徳島大学1年生の矢田志音さんはお試し体験アドバンス事業を活用され、先ほどご発言をいただきましたエコロジカルファーストエイド様で定期的な活動を継続されておられます。ボランティアに興味を持ったきっかけやこれまでの経験、また今回実際に NPO で活動してみての感想などについてよろしくお願いいたします。徳島大学1年生の矢田志音です。私がボランティアに参加しようと思いましたのは、高校3年生の時に私が受験勉強で、勉強していた時にこのある塾にお世話になっていて、そしてその塾の塾長の先生とそのよく雑談するようになって、その塾長の先生がやはりこの徳島県の学生って結構大学進学の際に県外とかに出ていく方がいらっしゃるんですよね、多数。だからその塾の塾長の先生がおっしゃるには、そのやはりこの学生の皆さんはこの徳島県でいろいろな形でお世話になっておりますから、その徳島県にいる間にこのボランティアとかに積極的に関わることがいいんやけどなっていうふうにお話をしておりました。
私は高校生の間に麦で開かれているそのサマーキャンプや、全国の高校生が集まってその留学したいとかそういう志の高い学生とか大学生の皆さんと交流できる国際シンポジウムとかに、何度か参加をして、あの担任の先生の勧めで参加をして、そのグローバルな視点とかを身につけていったのですが、その塾長の先生のお話を聞いて、ああ自分今までその自分の住んでる地域が何をしていて、そしてどういう形でなんか地元を盛り上げようとしているのか今まで知らなかったなっていうことを振り返りました。そこで私はその時点で大学はこの地元の大学に進学しようと決めておりましたので、その地元の大学に進学したらやはり自分のお世話になっている地元を盛り上げるためにどのような活動をしているのかということを知って、そして自分も何らかの形で一助になれたらなという思いで参加しようと思い、こうしてボランティア活動をしていくことに至りました。私は大学に入って、先ほど米沢さんがおっしゃった通りボランティアパスポートの授業に参加をして、そこからいろいろなボランティアの情報を知って参加していきました。ですが私は米沢さんのようないろんなボランティアに参加せずに、私は主に参加したボランティアは、街遊びと、阿波踊りのスタッフと、あとエコロジカルファーストエイドの活動の主な3つの活動を主に参加しました。街遊びや、阿波踊りのボランティアに参加しました理由は、やはり学生時代からよく聞いていたりなど、あとまた私自身もその阿波踊りとか街遊びとかに何度か参加をしましたので、その街遊びやその阿波踊りが、どういった思いで運営されているのかっていう思いが知りたいのと、あと街遊びとか阿波踊りとか地元を盛り上げようとしているイベントに何らかの形で協力できたらなという思いで参加をいたしました。そして佐藤さんが主催しているエコロジカルファーストエイドの U プロジェクトは、これは私が学校の掲示板でなんか先ほど NPO のお試し体験みたいな一覧を見ていて、そこで一番上に書いてきたのがエコロジカルファーストエイドでしたのでエコロジカルファーストエイドに行ってみようって思い申し込んで参加しましたいたしました。そこで私は佐藤さんとその、何度か対話をしていくうちに、佐藤さんがそのものすごい佐藤さんの生き方やその佐藤さんのなんかこの U プロジェクトを指導していく意思とかにすごい共感をいたしまして、なんか何らかの形で協力、微力ながら協力できたらなという思いでずっと参加をしてきました。私は町遊びは県庁の職員の方たちが中心となって運営しており、阿波踊りは今年からあの徳島市役所が中心となって運営していくことになり、そして佐藤さんの、私はその町遊びと阿波踊りとエコロジカルファーストエイドと参加した活動は3つと少ないですが、例えば町遊びは5月と10月に開かれているのですが、そのほぼ3日間全部参加したりとか、阿波踊りも確か申し込めるその参加できる日数があって、それフルで参加したりとかして、集中的にその活動に参加したことによって、その主催者のそのなんか思いとか意思とかをよく知ることができたり、あと佐藤さんの活動をなんか継続的にその取り組んでいくことで、佐藤さんがどのような思いでエコロジカルファーストエイドの U プロジェクトを運営しているかっていう感じで、そのいろんな方たちの意思をなんか知ることで、私はやはりこのなんか 町とか人々が幸せになるように頑張っている人たちをすごいなんか何らかの形で応援したいという思いがありますので、そういう思いでずっと参加 してきました。ですから今、町遊びとか徳島市役所の職員の方たちがおっしゃっていたように、今ボランティアでなんか中心的に運営していくようななんかその制度を作っていきたいっていうと耳に挟みましたが、私もそうした制度が完成されて、そのなんか町を良くしていこうっていう思いの集まった人たちで、もっとより良い町が活気づくようにな、システムができるようになれたらなと思い、これからもボランティアとかにずっと参加し続けていきたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、今までのお話をお聞きいただきまして、飯泉知事よろしくお願いします。はい、お二人から熱く語っていただいてね、 NPO 法人の皆さん方もこれは我が家を得たりと思われたんじゃないでしょうかね。
本当にやはり若い学生さんたちっていうのは、ね、情熱がやっぱり溢れているわけで、ただやっぱりお二人もお話があったように情報ですよね、一番のきっかけはね。それとやっぱりどんなとこなんだろうっていうのが分からないと少し不安だっていうね、まあ、そうしたところはもう当然のことなんで、お二人が共におっしゃっていただいた、まあ、ボランティアパスポート制度っていうね、まずは徳島大学の皆さん方に試験的にやっていただいて、それから県内大学に広げさせていただきましてね、まあ、ボランティアを通じてこれが学校の授業としてね単位が取れるという、まあ、当然学生さんとしては勉強以外でボランティアをやるとなると、じゃあ単位を取るためのね勉強が少し時間が足りなくなっちゃうと。いやそうじゃなくて、勉強自体がボランティア活動、ここから得るんだと、まあ、考えたらそれはそうなんですよね。この座学でやるよりはやっぱりフィールドに飛び込んでいって、そして思う存分自分がまずは例えば楽しく、ね、それを体験したものを今度じゃあ支える側どうなんだろうっていうね、当然ワクワクドキドキの世界なんでね、まあ、そうしたことをこういかに場として提供をしてあげれるのかと、まあ、ここがポイントになるんじゃないのかなと。やはり情報をいかにと、で確かに情報で今いろいろ出してるじゃないのっていうね、これは NPO 法人の皆さん方も社協もあるいは活動プラドもそうなんですけどね、ただ学生さんたちのところまで届かないですよね。大量に情報が今は出回ってますから、これが学生さんたちにとって自分たちの欲しいもの、あるいはワクワクドキドキ、この中身見てみたいなっていうね、まあ、掲示板だったら一番上に書いたらいいというね話がありましたけど、まあ、それも確かにそうなわけで、そうした意味ではこうネット社会でも掲示板システムっていうのがあってね、やはり学生さんたち向けに出したいっていうんであれば、じゃあその事業名を書くよりはこういう人たち求むみたいな、例えば町遊び、ね、体験してワクワクドキドキ、今度運営してみないとかね、例えばね、あるいは阿波踊り、踊るアホだけじゃなくて今度は運営するアホにならないとかね、例えばだからそうするとみんなそうだよねってね、そうだねってそっちへ入っていくっていうね、だからやっぱり学生さんたちを来てもらいたいというんであれば、学生さんたちの価値観、そして学生さんたちがワクワクドキドキするような形で情報提供をやっぱりするっていうのがね、今お二人の話を聞いていてこう打てば響くっていうのはそういうことだと思いますんでね、まあ、ぜひネットで出す場合でも今言う掲示板的なところで学生さんたちがワクワクドキドキするとなると、それはやっぱり学生さんたちに聞いてみるのが一番早いですよね。ということで県は例えば観光ナビなんていうね、県の観光名所、こうしたところを最初はね県の職員がやってたんだけど、そうじゃなくてやっぱこれは学生さんの目がいいよねって、で学生さんたちだとどん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 講習も自分たちで行って取って、ですぐもうホームページを変えてね、そして発信してくれると、まあ、これ一つの例なんですけどね。だからまあぜひ、まあ、県もそうなんですけど、今日お越しの NPO 法人の皆さん方、あるいは社協の皆さん、それから県民活動プラザとしてもね、やはりこういう人を求めたいというグループがあって、こういう活動をしてみたいなっていうね、それをいかにマッチングしていくかっていうのが県民活動プラザの使命ということになりますので、まあ、例えば今スマートフォンや何かでもねパーンと出てるっていうのがありますから、まあ、そうしたこう気づきを与える情報発信、まあ、ぜひこの工夫を、そしてその場合にはやはり学生さんたちにっていうんであれば学生さんたちに、いや現役世代と現役世代、あるいはそろそろリタイアでも次の人生行きたいなっていう人はそういう人、あるいはアクティブシニアであればアクティブシニアの皆さん方と、やっぱりそうした人たちを引き込んで一緒にそれを作って、で皆さん方だったらどう、いや私こう思ったんじゃ、その気づきをポンと出せばまたアクティブシニアの人が、若い人たちがこうね続々来られると思いますので、まあ、きっちりと情報の差別化、これを図って、そしてネット上にうまくピンポイントで届くような、まあ、こうした工夫をぜひされると、今お二人のお話でありぜひやってみたいよっていうね、欲はまんまなわけですからね、まあ、ぜひ工夫をしていただければと思います。ありがとうございました。まだまだご意見は尽きないとは思いますが、時間も参りましたので意見交換はここまでとさせていただき、進行の方を県にお返しさせていただきます。はい、ありがとうございました。それでは最後に飯泉知事から一言いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、
今日の輝け徳島ワクワクトーク、こちらはボランティア、こちらをテーマにさせていただきました。そしてボランティア活動をお支えをいただいている主催団体 NPO であるとか社会福祉協議会、そしてそれをと、出会いの場を作っている県民活動プラダの皆さん方と、そしてボランティアに参加してみたいな、してもいいなっていう学生の皆さん方にね、それぞれのお立場から話をいただきました。それぞれのミスマッチも十分ご理解をいただけたと思いますんでね、これからぜひお互いがウィンウィンの関係で、そして共にボランティアの輪が広がっていく新しい共同の形、これを打ち出していくことができればと。今は何といってもネット社会になっていますんでね、365日24時間情報を発信することができる。でも情報が溢れすぎているということもありますので、それぞれ例えば NPO 法人あるいはボランティアを支える側の皆さん方でこうした人材が欲しいというのであれば、その価値観を持った人たちのご意見もいただいて、そしてピンポイントで発信をしていく。またボランティアに参加してもいいな、大学生の皆さん、あるいはアクティブシニアの皆さん方というのであれば、今度はその皆様方もいろいろね、そうしたピンピンピンとこう来る、掲示板もなるべくみんな一番上のところみたいなねそしてその時には、あ、興味があるというと、今度は今さまざまな二次元バーコードもそうなんですが、動画でね熱く語りかける、例えば佐藤さんがね出て語りかければ、おそらくみんなピンピンピンとこう来てもらえると、これは実証済みになるわけでありますんでね、ぜひその魅力的な語り部、これもネットの中にうまく短く用意をしていただければ、おそらくミスマッチは解消されて、よりボランティアの輪が徳島県内に、そして日本中に広がっていくんではないか。これからは日本全体がボランティアを必要とし、この皆さん方が国内外からお越しになる皆さん方のね、まさにお支えとなり、その魅力となるところですので、ぜひボランティアの輪を徳島県内隅々まで張り巡らせていただければと思います。今日はご協力どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上で輝け徳島ワクワクトークを終了させていただきます。ご参加いただきました皆様ありがとうございました。